天保年間、幕府は財政立て直しのため、いわゆる天保の改革に乗り出した。その最大の目標である倹約令の実施にあたり、南町奉行鳥居甲斐守忠輝はまず手始めにいくつかの大店を見せしめとして罠を用いて罪に陥れた。ありました、御禁制の別行。絹物、全く身に覚えのないもの、お調べになってくださいまし。神妙にせえ。泉屋ご無体でございます。承服いたしかねます。無礼者。その夜、不審火で泉屋が焼けた。人々は南町奉行鳥居甲斐守の苛烈な倹約令取り締まりを恐れた。衝撃のあまり言葉を失った娘グミの姿は、その後見かけた者はいない。この一件に関わった北町奉行所隠密回り同心伊丹半蔵は再吟味しようとしたが、突然甲府学徒を命じられた。その後、半蔵の父孫左衛門はこれを深く嘆き、復帰を嘆願して腹を切った。甲府から呼び戻されると探索の者の知らせがありましたので。カミソリ何者だ。5年前取り潰された海鮮丼や泉屋の一件に関わった元北町奉行所隠密回り同心伊丹半蔵でございます。甲府勝手を命ぜられた者は島流し同然、再び江戸の土は踏めぬはず。それが復帰できるということは、裏で糸を引く者が立てつくやつは潰してきた。糸を引いたのは
誰だ。面倒を起こさぬ前に始末しておいた方が良いと考え、すでに狙わせました。こやつ恐れ多くも御前に対し妖怪というあだ名を冠せし者、そのことだけでも死に値するやつ。わしを妖怪と名付けた男が。泳がせて糸を手繰れ。ああ、待て。その包みの中見せてもらおうか。おお、シスじゃないか。おい、来い。いいから来い。おい、裸になってもらおうか。ほんとごもったいな。おい、これは金の帯じゃないか。こいつも五金製品だ。お許しください。私は本庁の和村問屋丸八の倹約令に背くとどういうことになるか。え、丸八屋を取り潰すことになるぞ。お前のせいでな、店が潰れても構わんのか。何の真似だ貴様。取り調べの邪魔をしようというのか。この女はな、五金製品を身につけ、その上隠し買いまでしてきておるのは明白。罪人を取り調べるのに何の不服がある。回り方はな、挙動不審嫌疑の者を捕まえたとしても近くの番屋まで連れて行ってから取り調べるのが済む。そうだそうだ。そんな裸に捕まえたの取り調べない。鳥居様に盾をつく気か。鳥居南町奉行鳥居会の神忠てる任官する前の名前が要造だ。江戸中の奴らみんな何て呼んでるか知ってるか。妖怪、妖怪だ。つまり化け物だとよ。貴様、お奉行に対して許さん。貴様、十田門にあるのはな、罪人踏んじわることよりも江戸八百八町の百姓町に守ることのが先なんだ。貴様何者だ。北の隠密回り同心伊丹半蔵だ。よろしく言っててくれ。カミソリ半蔵。達者にいたか。ずっとここにいたのか。なんだ。ああ、夢か。俺の。俺の夢を見たのか。そりゃびっくりしただろう。わしな夢見るんだな。
よかったじゃねえか、親父だな。ずっと若い娘に世話してもらって、少し若返ったんじゃないのか。グミは地獄を見たんだな。5年経った今でもまだ口が利けねえらしい。お前が備えてくれたのか。ええ旦那。Thank you.